5月6日、野生のバニーガールに出会った。これがきっかけで、これが出会い。僕と彼女と、彼女たちの恋愛にまつわるよくある話。一つ忠告してあげる。今日見たことは忘れなさい。先輩、デートして！楓の半分はお兄ちゃんへの思いでできてるんです。さすがあずさ川、豚野郎だね。のはずだった。桜島知らないね。どうしたっけ。誰にも私が見えてないみたいなの。そういう話をなんて呼ぶのか僕は知ってるんで。思春期症候群。思春期症候群を引き起こしているのは不安定な精神状態だと思う。観測されなくなるということは見えなくなるということだけじゃなくて、つまりは私のこと見えてる。お前らよく聞け、桜島舞先輩のことが。おやすみ、サクタ。さよなら。青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない。10月より放送開始。